下村さん、はい、どうぞ。そのハウザーについてライオンズの選手に聞いてみますとね、まあ、そんなに打席は立ってないんですけど、やはりね、荒れ球とか、はい、抜け球が多いという話が多かったですね。でバッターボックスの栗山もちょっと荒れ球が多いピッチャーかなと言ってました。ただね、前回の登板ビデオで見たらまとまっていたということでね、まあ、今日は打席に入りながら自分のイメージとすり合わせながらこのハウザーと対戦したいとこう言ってましたね。中田アナウンサーハウザーについての印象、まあ、西武戦というのはこれ実は4月12日と4月13日シーズンが始まった直後の2試合のリリーフ、はい、まあ、ですから初対決のようなものなんですね。あー、危ない。危険球、体重落としだこれね。危険球、そうですね、はい、危険球、体重です。栗山も温厚な栗山が激高しています。あ、両チームの選手が出てきました。まあ、確かにコントロールが不安定なハウザーですから、はい、それでもね、三振2つ取った後3番の栗山にデッドボール、わずか13球で危険球退場になりました。まあ、栗山が大丈夫かどうかですね。そうですね、はい、もうシーズン終盤にかかって一番大事な時期、しかもこれヘルメットに当たってますからね。ちょうど後頭部になるんですよね。近いところですね、はい、避け方としたらうまく避けてると思うんですよね、これ逃げながら当たってるのでカウンターにはなってないですけども、うん、でも頭ですからね、はい、聞きましょう。ただいまの投球を危険球とし、ファウルとしてす。場内への説明がありました。危険球13球で退場になりました。急遽福山が今急いで投球練習を行っています。さあ、これで果たしてブルペンの福山が、まあ、こういうところに起用されてくるピッチャーですから、比較的あの球数少なくてもこう準備はできるタイプではないかなとは思いますけれども、はい、今日が17試合目の登板です。まあ、ただね、急遽の登板で、はい、肩はできても精神的にはね、まあ、いっぱいいっぱいの気持ちで来るし、はい、またあの勝ちゲームだけで投げてくるピッチャーでもないので、そうなんですね、非常にこうなんていうんですかね、ベンチからすると不安いっぱいに送り出してる、あのライオンズからするとお、これならあの荒れ球じゃないし、ボール見やすいかもしれないぞというような感じには見えますよね。打ちやすさからするとよっぽどハウザーよりは対処はしやすいと思いますけどね、あ、でも栗山は結局治療にこれ当たりますね。大事に取りましたね。そうですね、まあ、当たった部分がこの頭なのでね、そうですね、やっぱり、後頭部ですからね。そうですね、まあ、これはでも後頭部ですからやっぱりきちんとしたあの診断をしてもらわないといけないでしょうね。そういうことですね、はい、坂田が代走に起用されました。急遽登板します2人目のピッチャーは福山です。